はい、皆さんこんにちは、ワナリゲの藤です。今回は対抗レシ練の続きですね、プレイの方をしていきたいと思います。前回までにですね、次は上洛を目指しますということで、プレイの方をお話をしていたと思うんですけども、なんとですね、信長が、上洛する前に先に信玄が上洛に向けて進軍中だというステージになりました。なので、ちょっとね、急遽ここからプレイの方をお届けしていこうかなと思ってます。二条城を落とすまで、ひたすら合戦を続けるだけだったので、ちょっとねスキップをしようと思って収録の方をしていなかったんですけども、今お話したように急遽武田軍信玄が上洛するという知らせが届きましたので、慌ててプレイの方をしていくというところになっています。では続きを始めていきましょう。まず松平家と当家同盟の間から当然援軍を使わさなければならないということで、これは信玄がね、進軍してくるので、それを迎え撃つということで、三方ヶ原の戦いとかね、そういったところの部分になるんじゃないかなと思ってます。では進めていきます。誰か援軍として松平殿を支えるというものはおらぬか。まだね、徳川になってないんですよね。だからで、昨晩の信盛が行きますと。ここは黙っていましょう。で、平手水野が行くということですね。さあ、上洛に向けてということで、南近江攻略をまだしている途中だったんですね。なので、ここは合戦を行っていきましょう。南近江なので、この日野城の攻略に乗り出しますか。意見をしましたけども、退けられたというところですね。ここは無難に修行でもしておきましょう。ではこの後、おそらく信玄が迫ってくるっていうイベントを見ていくことになると思いますので、この辺りはね、少し皆さんにもお付き合いをいただきながら修行をね、ちょこちょこやっていきましょう。で、修行法に関してはですね、もうほぼほぼ一通りやりましたので、スキップというか、そのミニゲーム自体はね、やらないって形になってます。なので、ますますね、ちょっとつまんない感じになっちゃうかなとは思うんですけども、お付き合いをお願いいたします。ではお城に行って、お、三方ヶ原の戦いの結果が出ましたね。残念ながら味方に利あらず大敗ということですね。平手も大討ち死と。で、西に向かわず東西に戻りましたということで、これで信玄は死亡したということですかね。世に言う三方ヶ原の戦いはこうして終了した。松平、小田はなすすべなく敗れ、信玄は戦上手の名をますます高めた。突然ただし撤退したということで、謎が深まったということですけどね。では自宅に戻って、次の表情まで休憩を入れていきます。合戦をねしていかないと、まだ上洛果たしてないですからね。お、財宝をもらいましたよ。価値は1だけど、骨武器をもらいましたね。さあ、今回内政をすると言ってますので、合戦を行うにしましょう。もうどんどんかね、合戦をしていかないと上洛ができないですからね。今回はスルーされましたが、今回も修行にしましょう。何はともあれ、上洛をしていかないと次のイベントに進まないですからね。
みんなね、仲悪くて教えてくれないんですよね、いろいろ。なので、まあ、都市のところにでも行きますか。技能士、何ももう教えてもらえるもん、もう都市から教えてもらうことは何もない。まあ、そんな感じになっちゃってますね。あれ以降結構頑張ってですね、あれ以降って何って話だと思うんですけど、軍学足軽弓に関してはもう完璧に、技能レベルはマックスまで上げたので、もうこれぞというのはね、あんまりないんですよね。さあ、このまま行くとちょっとまずいけど、もうお城に行って怒られていきましょう。で、自宅に戻って氷上まで寝ます。で、上洛を果たすためには二条城を落とさなきゃいけないんですが、二条城までね、まだ結構遠いんですよね。ですので、ちょっとね、二条城までたどり着くまで頑張っていきましょう。お、次、合戦日野城の攻略戦ですね。ここはもう何も言わずに合戦に入っていきましょう。で、藤吉郎も武将まで上がったので、率いている部隊数が3000まで増えてます。で、援軍要請とかはしておきましょう。で、あとは委任していきます。といってもね、この後どうせ簡易戦闘にはなるんですが、この日野城はあっさり落とせそうな感じもしてましたが、ここで野戦になりましたね。はい、というところで、日野城の攻略戦は勝利できましたので、しかも先行第一ですね。いい感じできてます。さあ、5章までもうちょっとずつですね、近づいてきたので、ここは一気にいろいろやっていきたいところですけど、いかんせんね、まだあとお城の数で言うと2つ3つ抜いていかなきゃいけないのかな。おっと、ここで今ちょっと飛ばしちゃいましたが、信玄が死んだというのが出てましたね。にわかには信じられぬがということで、まだこの時点で藤吉郎なんですよね。秀吉になっていない。1564年8月信玄は上洛途上で山に倒れ帰らぬ人となったということですね。この後は勝頼が後を継ぐということになるんだと思います。では表彰まで休憩していきます。お、今度は上杉ですね。今度は上杉が上洛か。結構動きが荒々しくなってきましたね。信玄に続き今度は謙信が上洛ですね。ではまずは表情の方に出ていきます。さて、現在長篠城が攻撃を受けており、至急援軍に駆けつけたい。おわ、俺も行くのねって感じですよね。まあ、出陣をしていきましょう。
援軍間に合わなかったか。落とされたんだな。武田軍に落とされたんでしょう、おそらく。ではここはもう武家宅に入り乱れてになっちゃいましたね。入り浸っていろいろやっていきましょう。まずは前田刑事に行って、技能指示はダメだったら贈り物をしましょう。まあ、具足とかそういうのがいいでしょう。で、刑事の好感度を上げたら、堀尾義治のところで、建築を学びます。で、他ね、教えてくれる優しい武将ってあんまりいないんですよね。八須賀、五六は？足軽はもういっぱいまで覚えましたからね。和氏も教え、小一郎は？なんだったかな。鉱山か。落石。あ、落石いいですね。甲状腺の守備で使えるやつなんだ。落石を覚えて、これでじゃあまた自宅に戻ってねね様のところでイチャイチャして過ごしましょう。あと2つ3つ城を抜かないと上洛が果たせないので、信玄が亡き後の武田といってもね、まだかなりの勢力あるんで、長篠城多分落とされたと思うんですけど、このあとね一刻も早く上洛をしていかなきゃいけないかなというところですね。光秀か、家老に昇進か、早いね。で、今回は坂本城の攻略に行きますということで、何も言わない。では今回は坂本城の攻略に行きましょう。いやー、光秀が過労格になってる。なんか先を越されちゃいましたね。まあ、ここは事実光秀のか先に多分出世をしてたんでしょう。坂本城を抜けば今左に京都が見えてますね。で、この京都の上にある城、これが、二条御所になるの、二条城ですね、なりますので、この戦いにまず勝ちましょう。で、軍団提案、援軍要請で、一徹にまず援軍を要請し、軍議終了、簡易戦闘でいきます。はい、というところでですね、今あの坂本城の攻略戦途中なんですけども、今敵の総大将六角が出てきてるんですね。で、出口というか入り口というか城への出入り口を塞ぐ形で、東吉郎が布陣しているので、このまま敵の総大将を倒せば城が取れるんじゃないかなと思いますので、ここから通常プレイに戻していきますね。とどめはぜひとも自分に刺させてほしい。サミダレ打ちでとどめを刺しましょう。だー、勝家に持ってかれたか。さあ、坂本城の攻略に成功しましたというところで、トントン拍子できましたね。よし、ここでも秀吉が先行第一。
これ過労に上がるのも時間の問題なんじゃないか。凱旋ですね。そうするとですね、次が今坂本城まで取りました。で、三好の今度二条城を取りに行くっていう感じになるのかな。いやいや、ここまですごく順調ですね。岐阜城にじゃあ入って、そうですね、武家宅に行って、じゃあいつものごとくいろんな人のところに行って、おべんちゃらをしていきましょう。技能指示はしてくれないんだよね。なので茶席にして、で刑事のところにまた行きましょう。教えてくれない。なるほど。ではあとはそうなるとやっぱ堀尾くんのところになっちゃうんですよね。堀尾くんももうないか。となれば誰だろうな。なんか他いいのがあればいいんだけど、光秀のところに行って弁舌でも教えてもらうか。ちょっと今日はね、教えてもらえませんでしたが。あとは、丹羽長秀ですよね。お、建築建築。そしたらまた例によって自宅に引きこもりましょう。で、その前に酒場によって用心棒をね、雇っておきましょう。常に用心棒いないと不安しかないからな。そしたらお城に戻って、謙信の動きがどうなったかって結構気になりますけどね。上洛の準備をしてたみたいになってましたけど。では表情に出ましょう。我が家の最終目標は上洛。山城国攻略を果たすため、今月は調略を行いたいと言ってきてますが、方針2件を言います。合戦を行いましょう。まあ、筒井純慶に行くよりかは、多聞山よりも二条城でしょう。お！二条城の攻略戦に入ったぞ。これはでかいな。信長自らも出陣してきますしね。せっかく買った鉄砲をちょっと持ってってほしいよな。小谷からも援軍が来ます。これ二条城取ったらでかいな。では軍団提案で、まずは援軍要請ですね。名古屋城から援軍を要請しましょう。信長からの援軍要請拒否するとかって可能なの？ったくー。じゃあここは簡易戦闘でいきまーす。はい。というところで、ここでまた、
包囲戦、甲状戦の方に戻ってきましたので、やっていきましょう。軍団提案で援軍要請をしていきます。うわ、援軍要請却下するかね。ここでこのまま行けば落とせるんでしょうけどね、敵の援軍が来なければ。二条城より和議の下、二条城はこちらのもとに入ったけど、どうなんだろう。二条城を自分のものにできたと言うべきなのかどうなんでしょうね。ちょっと微妙な感じですが、これで上洛ができればいいんだけどな。完全に滅ぼしたかったですけどね、三好くんを。お、ただここで木下様、上洛の儀について話があるとのことということになってますね。やった、これで上洛できるのかな。みんな集まったようじゃな。二条を攻略し京への道を開けた。いよいよ足利義昭公を保持、上洛を果たす機は熟した。なるほど、これでいいですね。いい感じできましたよ。ただ気を緩ませてはならぬということですね。さて、さらお主には別の仕事を申し付ける。どんな仕事でしょうね。いくら我が軍の軍旗を引き締めようとも、今日の人々を恐れるでしょうということですね。なるほど、先に秀吉が京都に行って、今信長が言ったようなことをみんなに言ってくれということですね。そしてさらに、将軍擁立をするための手続きは済ませてあるので、お、菊亭春末殿に会い、将軍任官の宣下書をいただいてくるのだと言ってますね。なるほど、ではこの2つをやっていきましょう。用心棒はいるので、このままじゃちょっとね、京都の町まで移動しちゃいましょう。よし、高札を立てるか。都のお寺すべてに、高札を掲げようということですね。まもなく義昭公保持、信長様が上洛されるということですね。織田軍が上洛しても、お主たちは何も怖がることはないと。で、この後は菊亭のところに行くんですね。で、菊亭春末のところに来て、まだこの時藤吉郎なんですよね。まだ羽柴秀吉にすらなっていないっていうね。さあ、これで二条城で、じゃあ殿をお待ちしましょうということで、もう去るかということで、信長が、上洛してきましたね。で、義昭もすでにいると。お、これが義昭か。僕の義昭のイメージっていうのは、いつかの大河ドラマの時に出てきていた、玉置浩二のイメージなんですよね、いまだに。ちょっとこの足利義昭、玉置浩二に似てるかと言われれば、似てるような似てないような微妙な描写になってますが。さあ、これで、ついに信長が上洛しました。
いというところで無事今回上洛をお届けすることができました。ちょっとね盛りだくさんだったと思います。信玄が正常作戦を発動して三方ヶ原で戦い、勝った信玄はその後死没と、さらに謙信も上洛の準備をしているというさなか、半ば強引に上洛を果たした信長というところをお届けできたんじゃないかなというふうに思います。次回はねこの続きをまたプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。